お薬の準備は大丈夫っと。あと足りないものは。ニュウさん、食べ物の用意はいい？うん、保存食は十分あるよ。これからもう少しいろいろ作っておくから大丈夫。聞いたぞ、ニオ。そろそろ旅に戻るんだってな。はい、今までお世話になりました。別にいいよ。でも随分急だな。何かあったのか？もうずっと頭に響いていた声も聞こえなくなりました。だからこの街でやらなきゃいけないことも終わったのかなって。やっぱりあれはフラメーちゃんの声だったのかな。うん、きっとそうだよ。最後にありがとうって言われた気がしたんだ。フラメーちゃんのことを知って思ったの。きっとまだ悲しい遺跡が世界にはたくさんあるって。何もできないかもしれないけど、私も何かがしたいんだ。待ってるだけじゃきっと何も解決しないから。ニオさんは今は別々に旅をしてるお姉さんも探さないといけないもんね。そういえばそうだったな。何か手伝えることはあるか？エスカちゃんに荷造りを手伝ってもらってますし大丈夫ですよ。それに今すぐ旅立つわけじゃないですから。時期を見てウィルベルさんとも確認を取りますし。そうか、出発するときは言ってくれよ。ちゃんと見送りたいしな。ありがとうございます、ロジーさん。そのときはちゃんとお伝えしますね。旅立つ準備を始めたのか。そうか、いつまでもここにはいられないよな。俺はどうするかな。飛行船を作るって夢も叶えたし、未踏遺跡にも行けたし、そろそろ将来について真面目に考えるか。二人ともいる？ちょっと来てもらっていいかしら。どうかしましたか、班長？支部長がこっちに来てるのよ。ちょっと重要な話があるみたい。何でしょう？何かやっちゃったかな？私もまだ聞いてないんだけど、とりあえずついてきて。ん？来てくれたか。仕事中にすまないな。いえいえ、お話があるって聞きましたけど、何かあったんですか？うん、すでに二人も理解していると思うが、未踏遺跡への到達を達成するなど、最近の開発班の活躍は目覚ましいものがあった。これらは開発班メンバーと錬金術師である二人の尽力があったからとも言える。いえ、それほどでもないと思いますが。実際それほどなのだよ。中央から伝令が届いたので今日はそれを伝えに来た。まずは開発班班長マリオン君。はい。未踏遺跡到達など優れた成績を残した開発班には中央から特別報奨が贈られることが正式に決定した。中でもエスカ君の作成した未踏遺跡の調査記録が非常に高く評価され、彼女には特別名誉賞が贈られることが内定している。特別名誉賞？そんなの私なんかがもらっちゃっていいんですか？すごいじゃないか。めったにもらえるものじゃないぞ。素直にもらっておけって。はい、ありがとうございます。それとは別件でロジー君にもめでたい知らせが届いているぞ。はい？飛行船建造の功績をたたえ、中央技術局の新技術研究所から特別招待状が君に届いていてな。ぜひとも君を研究所の技術顧問として招聘したいとのことだ。大したものだな。え？嘘でしょ？何かの間違いじゃないですか、支部長。あの、すみません、その中央何でしたっけ？中央技術局よ。わかりやすく言えば技術開発のエリートが集まるところね。そんなところに俺が？
でも俺は前に怒ってしまったことは仕方がない。だが大事なことは失敗から学ぶことだ。そうして得られた教訓は決して無駄なのではない。何より今回はやり遂げたではないか。今後の活躍にも期待しているぞ。はい、貴重な機会を与えていただきましてありがとうございました。いい話だとは思うが、何分急なことだ。返事はすぐでなくてもいい。よく考えて受けるかどうかを決めてほしい。私からは以上だ。すごいですね、ロジーさん、大出世じゃないですか。そうだな。おめでとう、ロジー君。名残惜しいけど、あなたはここに収まるような人じゃないって私も分かってるわ。もうマリオさん、もっと喜んでくださいよ。ロジーさんがすごいところに呼ばれたんですから。あの、それじゃ帰っちゃうんですか、ロジーさん。失礼します。あ、クローネ。ファールから忘れ物をエスカに届けるよう頼まれまして。お困りのようですが、何かありましたか？うん、実は。というわけで、ロジーさんがこの町からいなくなっちゃうかもしれないの。あらあら、それは寂しいですね。せっかく一緒にお仕事を続けていたのに。もちろん、ロジーさんはすごく頭もいいし、仕事もできるし、飛行船も作っちゃうし、中央に呼ばれるのもわかるけど、ずっと二人で頑張ってきたのに、お別れなんて。ロジーのためを思うなら、彼の旅立ちを祝福するのが良いとは思います。しかし、エスカこそ今のままでよろしいのですか？え？どういうこと？エスカもいつまでも開発班で働かなくてはいけないというわけではないのです。あなたは立派に成長しました。これを機に新しい生き方を考えることも考慮してみてはいかがでしょうか？そっか、ずっと役人として働くのもいいけど、これまで出会った人たちみたいな全然違うことを始めてみてもいいよね。でもこの街でみんなとのんびり暮らすのもいいな。おしゃれをしてお茶会をやったり。ロジーさんもいつまでもこの街にいてくれればいいのに。悩むな。今までで一番迷うよ。中央か。まさかこんな機会が来るとは思わなかったな。こんにちは。ニオカ、どうかしたのか？そろそろこの町から旅立とうと思って挨拶回りをしているんです。そうか、お前も旅立つんだな。お前もって、あの、ロジーさん、どうかしたんですか？考え事をしてるみたいですけど。あ、実は。というわけで中央に戻ることになるかもしれないんだ。へえ、すごいですけど寂しいですね。せっかくエスカちゃんと二人で頑張ってきたのに。まあな、それで迷ってるんだよ。どうするのが一番いいかってさ。飛行船を作れたのもエスカやみんなのおかげだし、本当に俺一人が行っていいのか。やっぱり中央に帰ることがロジーさんのためにも一番いいと思いますけど、招待をお受けしないんですか？正直に言えば俺の目標は飛行船の完成だったからな。
向こうで成功したいとかそういうのはあまりないんだ。それだったらいっそ新しいことを始めてみるのもいいかと思ってさ。それもいいですね。それならエスカちゃんも誘ってあげたらどうですか。あいつは町で役人を続けるだろうけど、どうだろうな。その気があるなら一緒に何かをするのも悪くないな。でもここにはいつでも帰れるわけだし、いっそ自分の実力を試してみるのもいいな。それこそ大出世するくらいの気持ちでさ。でもその気になったらロジーさんならそれぐらいできますよ。さすがに今までで一番悩むな。やっぱり中央に帰るよ。きっとそれが一番みんなへの恩返しになるんだと思う。ロジーさんがそれでいいなら私もいいと思いますよ。エスカともちゃんと話してくるか。今はどこにいるんだろう。探したぞエスカ。あ、ロージーさん、私もずっと探してたんですよ。そうだったのか。だったらお互いアトリエにでもいればよかったな。そうですね。俺中央に帰ることにしたよ。そうですか。ロージーさんだったらきっと向こうでも偉くなれますよ。それに比べて私は。何を言ってるんだよ。今回の話だってエスカやみんなが一緒に作ってくれたから来たんじゃないか。だからこれはみんなの手柄なんだ。俺一人じゃきっと何もできなかったよ。そんなの私も一緒ですよ。ずっと二人で頑張ってきたのに寂しくなっちゃいますね。そうだな。でも仕方ないさ。お互いちゃんと独り立ちしないとな。独り立ち。そうですね。いつまでも一緒にはいられないんですよね。ありがとうエスカ。お前と出会えて本当によかった。私の方こそ今までお世話になりました。とっても楽しかったです。落ち着いたら手紙を出すよ。きっとお互いに話したいことが山ほどあるだろうしな。はい、私もたくさん手紙を書きます。離れててもそうすればいつだって。よし、俺の私物はもうないな。もう出発の日なんですね。短い間でしたけどたくさんのことを教えてくれてありがとうございました。ああ、どうかしましたか。あの、俺は。準備できた？そろそろ気球が出る時間よ。で、お邪魔だったかしら。いえ、何でもないです。行きましょう。もう4回目だよ。だってそのいろいろあるじゃないですか。絶対に忘れ物があるはずです。だからないんだよ。もう出発なんだ。でもこら、ロジー君を困らせないの。向こうでも頑張ってね。応援してるから。今までお世話になりました、班長。これまで会った中で最高の上司でした。ちょっとやめてよ。そんなこと言われたら泣きそうになるじゃない。うわー、マリオさん。
カちゃんまで。お願いだから泣かせないでよ。体に気をつけてください。仕事が忙しくても食事と運動は欠かさない方がいいでしょう。ありがとうございます、リンカさん。危険な任務もあるでしょうけど、お達者で。ううリンカさんはいつも通りなんですね。これが永遠の別れというわけではありません。ロジーさん、もう帰ってこないかもしれないんですよ。本心を言えば言ってほしくはありませんが、それを言ってしまうとロジーが困ってしまうのではないですか。そうですね、困りますから、そうやって堂々と言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。でもね、リンカ、そんな無表情のままじゃダメよ。こういう時は笑って見送らないと。悲しい時にどうやって笑顔になればいいのですか。これが自分の精一杯です。ロジー先輩そんなに泣かないでくれよ、ルシル。最後くらい笑って別れよう。ほら、ルシルちゃんも何かロジーさんに言ってあげて。離れたくないです。ずっとみんな一緒がいいです。それは言っちゃダメだよ。みんな言いたいのに。本当に言っちゃうんですか。本当の本当に。ああ、ルシルも頑張れよ。お前ならきっと町の人に好かれるいい役人になれるさ。やっぱり言っちゃ嫌です。ダメダメ、ちゃんと切り替えないと。ロジーさん、そのお元気で。あ、エスカもな。短い間でしたがお世話になりました。それじゃ行ってきます。ロジーさん。ん、私立派な錬金術師になります。ロジーさんがいなくても何でも一人でできるすごい錬金術師になります。だからロジーさんも頑張ってください。ずっとずっと応援してますから。まったくみんなずるいよな。あんなに泣かれたらこっちも未練が残るじゃないか。ありがとう、エスカ。お前も頑張れよ。ずっと応援してるからな。こうしていろいろ考えているうちに、ロジーさんがコルセートを出発する日が来てしまいました。私にできたことは精一杯のお見送りパーティーだけ。もっと何かできたのかな。でもロジーさんも楽しんでくれたし、ちゃんとお別れができてよかったです。一人になってしまってアトリエでのお仕事は大変だったけど、みんなが支えてくれたおかげで今も楽しく暮らしています。だから今日も私は、ありがとうございます。毎日お仕事が大変だと思いますけど、今日はゆっくり楽しんでくださいね。あー、こんな美味しいタルト生まれて初めて食べました。カトラちゃん、それって前にも同じこと言ってたような。まあまあ、ルシルさん、そう細かいことは気にせずに。
いただきです。あー、私のタルトが。こらこら、ダメだよカトラちゃん。ルシルちゃん、まだたくさんあるし、私の分も分けてあげるよ。ありがとうございます、先輩。って、それ全部食べるつもりですか？あれ？ごめん、ちょっと取りすぎちゃったかな。ええ、そんなに食べきれないんじゃ。タルトも美味しいですが、このケーキもとても美味しい。どうすればこんな上手に料理ができるのでしょう。まだまだ訓練が足りないのでしょうか。あらあら、そのように喜んでいただけるとこちらも作りがいがあります。まだありますので、ゆっくり召し上がってくださいね。それにしても今日はいい天気ね。こういう日は仕事のことなんて忘れて、思いっきり羽を伸ばさないと。そうね。でもこの間提出した調査の申請だけは早めに処理してくれないと困るわ。せっかく忘れてたのに。マリオさんたち、またお仕事の話してる。仕方ありません。マリオンは仕事に生き仕事に死ぬと以前お酒を飲みながら豪語していましたから。あら、やっぱりそうなの。あなたもいい加減にいい人を見つけた方がいいんじゃない？それあなたにだけは言われたくないわ。勝手に抜け駆けしたりしたら許さないからね。抜け駆けって何よ。私は仕事に寛容な旦那だったら別に誰でもいいわ。私は優しい人がいいですね。誰か素敵な人がいないかな。ほうほう、皆さんお相手をお探し中と。でしたらここに結婚祈願のお守りが。結婚祈願？ちょっとそれ本当なの？詳しく聞かせてもらっていいかしら。人に抜け駆けするなと言っておいて、その変わり身の速さは何なの？そういえば、エスカ、ロジーから送られた手紙には何と書いてあったのでしょう。ああ、すごくお仕事が忙しいんだって。また出世したみたいだし。なんだかロジーさん、いつの間にかすごい人になっちゃったみたい。あらあら、それは喜ばしいことですね。でもたまにはこっちにも来てほしいな。またパーティーしたいのに。パーティーでしたらこのように頻繁に開催しているではないですか。そうじゃなくて、ロジーさんも入れてもっと大きなパーティーがしたいの。この町の人たちも、遠くで頑張ってる人たちも、みんなみんな私の大事な仲間なんだから。こうして中央に戻った俺は、コルセイドでの経験を生かしていろんな活動に打ち込んだ。扱いやすくて安全な飛行船のエンジンの研究、飛行船を活用した遠征隊の効率化、そうしているうちに勲章をもらって研究班の班長にもなり、いつの間にか階級も上がっていって、気がつけば俺は最年少で研究所の幹部にまで昇進していた。そして今日は久々に。おっしゃ、ロジー先生の大出世を祝って乾杯。乾杯。みんな相変わらずだな。ちょっと帰ってきたぐらいで大げさだろう。いやいや、中央技術局の技術顧問部長が来たんだから、これぐらい当然だよ。いやー、俺はロジー先生はやってくれる男だって信じてたぜ。その割には普通の飲み会だよな。あと、その先生っていうのやめてくれ。まあまあ、そう謙遜しないでください。技術顧問部長といえば錬金術師にとって
とても名誉ある役職じゃないですか。そのような方と知り合いになれたなんて、僕も鼻が高いです。自分が一番驚いてるけどさ、おかげでこっちに戻ってくる機会も減ってきたな。でもありがとう。帰ってくるたびにみんなわざわざ集まってくれて。まあロジーが帰ってきたって理由をつけて適当に飲みたかっただけだけどな。あのな冗談冗談。一番やる気になって準備してくれるのはレイファーさんだからね。おいおい、そういうのは内緒だろう。ちょっと照れちゃうじゃないか。アミンに念じてそういうことにしておくよ。すげえ大出世だなロジー。今日はサービスだ。いつもより多めに持ってやるよ。デュークさん、もう一杯いいですか？おう、俺ももう一杯。僕はジュースでお願いします。じゃあもう一杯だけ。おう、待ってるよ。どんどん持ってきてやるからな。あ、そういえばまた勝手に飲み会なんてやっちゃったけど、エスカたちも呼んだ方が良かったかな。確かに、何も言えずにこっちに連れてこられたからな。今から呼んでくるか。まあまあ、たまには男同士で思いっきり祝うのもいいんじゃないの。言われてみればそれもそうですね。お二人とももうかなり飲んでますから、女性たちを呼んできても迷惑がられてしまうのではないかと。それは一理あるな。大体なロジーは恵まれすぎてるんだよ。開発班って美人揃いじゃないか。そうですね、整備班なんてずっと男状態だし、羨ましいな。いや確かにそうだったけどな。女性ばかりっていうのもそれはそれで気苦労ばっかりだぞ。まあそういうので鍛えられたおかげで人付き合いで困ることもあんまりなかったけどさ。なんだか自慢に聞こえるね。自慢にしか聞こえねえな。すみません、僕もフォローができません。なんでだよ。本当に大変だったんだぞ。そんなことばっかり裏地はこうしてやる。リュリュリ。やめろアミ。そう、完全に酔っ払ってんな。おお、やっちまえアミン。っていうか俺も混ぜろ。うれうれ。ちょっとあんまり暴れないでください。お店の人に迷惑じゃないですか。あ、いいっていいって、今日は遠慮なく騒いでけよ。ちょ、煽らないでください。しょうがないな、この酔っ払いたちは。さて、どうしたものか。でもここに来ると落ち着くな。向こうで知り合いもたくさんできたけど、こんなに気兼ねなく話せる奴らはいないし、俺にとってはこの町のみんなが一番かけがえのない仲間だよ。